はい、こんにちは、ちちちゃです。転生の方でマカ錬金ガチャやっていきたいと思います。お、装填速度レベル3、ブレ抑制レベル1、スロット3に、これはワンチャンありますよね。ライトボウガンとかヘビーボウガンとかで。かけり虫使いレベル3、氷属性攻撃強化レベル2、レベル3スロット。なんか転生の方がちょっといい護石出やすいみたいな話を伺ったんですけど、実際今のところはね、良さそうな感じしますね。よいしょ、護石を受け取る挑戦者か。うーん、ない。連撃、なんか分かりやすいの欲しいな。攻撃に連撃1スロー2とかあとは例えば攻撃3スロット3とか、見切り3スロット、あ、見切り3だけどスロットなし、見切り3スロット3とかあると装備が更新する。出来上がりだよ。転生のマカ錬金はカムラポイントがマッハになりますほんとすぐなくなる、すぐなくなっちゃう。いやー、ないなー。せめてスロットがついてれば。超怪人、なんでスロットないんやん。きたー、来ました、攻撃にスロット31。もちろんよく言えば攻撃3ですけど、これはね、これはおそらく装備が更新すると思います。なんか普通のマカ錬金より全然いいの出てません？見てくださいよ、この私のカムラポイント残り2891ポイント。カムラポイント稼ぎに行かないとね。だいたい台本を書いてる時とかに採掘してます。あー、スロットがなー、惜しいなー。よし、ポイント稼いできました。こんにちは。精霊の加護取っとこう。レベル4スロットに関しては今後伸びしろがあるかもしれないので、アップデートでね、例えば攻撃銃レベル2の4スロットが出たりとか、殺人銃4が出たりとかね、なんかそういうのあるかもしれないんで、レベル4スロットは取っておきたい。よいしょ。ようこそ。あー、逆襲ね、逆襲ね、なるほど。あー、渾身なしじゃないかな、取っときましょうか。ライトボウガンとかで使えるかも。よし、完成。完成。ちょっと待って、レア銃少なくない？レア銃少なくないですか？少な。滑走強化よ、滑走強化。あ、ノリ名人いた。ノリ名人いた。珍しい。あ、超怪しい。なんでこれレベル1や。レベル2なら、レベル2ならめちゃめちゃ更新してたのにね。いやー、もったいない。出来上がりだよ。やっぱり転生の方がヒット数が多い気がします。なんか、あー惜しいみたいなのが普通のマカ錬金より、素材入れるマカ錬金より多くありそうな気がする。ただカムラポイントはマッハなんですよね。それに結局材料もいるので、普通のマカ錬金も絶対しなきゃいけない。よいしょ。こちらをどうぞ。待って待って、みんな見てくださいよ、レア銃3つですよ、3つ。これはやばい。逆に少ないからいいものが出てくれたりとかしないですかね。あー、ちょっと組み合わせが欲しい。これが例えば弱点特攻に連撃1とかだったらかなり熱かったんですけどね。惜しいなー。よいしょ。おでも普通の錬金開けるより期待値が高い気がするんで、これも取っとこう。
けてて楽しいです。毎回ドキドキしながら開封してます。三段一かエルガドなのにカムラポイントとはって思いながらいつも開けちゃってます。あー来たー、マジか。見切りレベル331、これ見切りレベル3、レベル3スロットでも全然当たりなのに、いやー来ちゃったー、マジモンの髪を巻きちゃった。いえへへへ、力の解放331、弱点特攻じゃなかった。でもね、力の解放はワンチャン弓で結構使うかもしれないんですよね。競争薬がいらないくなるから、まあ、レベル1だけ欲しいみたいな感じで力の解放を入れる時も稀にあります。うわー嬉しい、スクショしなきゃ。スクショ、これって皆さんもやっぱり転生の方がいいものが出たりしてます？みんなが持ってる神おまの内容と転生から出たか普通のマカレンキンから出たか、よかったらコメントで教えてもらえると嬉しいです。もしマジで転生の方が確率高いならこっちを中心に動画投稿していきたいな。1月あたり30個しか出ないのにこれだけ、おおさっき3の31出てなかったら神おまでしたね。いやーほらね、一回30個しか出てないのにこんなに出るってことはワンチャンやっぱ転生の方がいいものが出やすいのか、今たまたま私がめちゃめちゃ出てるのか、どっちかですね。どっちだろうこれも取っとこう。いやこれレベル2だったらな、通常弾レベル2なんかめっちゃ惜しい気がする。いろいろと通常弾レベル2、連撃1、レベル4スロットとか出てもええんやで。これで人連単が底をつきたので最後にしようと思います。420連かな、420連だと思う。うん、いやーでも本当にいろいろ出た、取れ高が高いということで以上です。今回動画良かったよって方は高評価ボタンのポチをお願いします。またどんどんマカレンキンガチャもやっていきますのでチャンネル登録もお願いします。よかったら皆さんの戸籍どっちから出たか教えてください。またねー。